広げれない。やって。ちょっと、はい、準備られた方がいいか。私、新しいテレビを今日自慢しようと思って、まあ、これ汗拭き用な。で、自慢用に黒と黄色と白のやつ持ってきて、ここに挟んどったら、ちょっと隙間ができて、下に落ちてしまった。そう、出せないんじゃ。下から出せないんだ。下からも、わしの出ないんじゃ、これ。どういう使い方しようの。もう、1ヶ月ぐらいは自慢していこうかなと。最後、みんな。お気に入り、なんじゃ。昨日の広島良かったですな。ああ良かった広島。何が一番の思い出じゃん家康殿は。ああ司会の女子とのやりとり。あそうそう来た者たちは分かると思うんじゃけど、司会の者が何一つ正しい情報を言わんのじゃん。そこまではそう、あれわざとやったのかなと思って、ね、失敗した時のお茶の返答がごめんねごめんねってね。そうそう言うと、んじゃそれ反省の色なしじゃろ。わしら後ろから聞き取ってとても愉快じゃった。ああいう多分ああいう雰囲気だね、多分任されとるんだなと思って、このふんわりほんわかしたあの声とそういったお茶目な一面が司会のものは良いんじゃなと思って。ただ我らの紹介の時に陣笠隊しか紹介できんのじゃったっけ。あれ逆ですな。6人の武将と4人の武将隊の皆さんです。どうぞ。そういうことだったんじゃな、わしどういうことだったのかなと。わしすぐそばにおったで分かってたんですが、本当に武将隊の皆さん完全に諦める潔が良くてはし、ああいうのすごいなと思って、普通のものだったらちょっとなびっくりしてしまっておどおどしてしまうんじゃけど、あの諦め方の良さ、決断力、まさに金ヶ崎の軒口の信長様ぐらいビシッと撤退するぞってそれぐらいの決断力があって、わしの中での思い出はそうじゃな、やはり他のな武将の面々と会えたことと、あと官兵衛がおったっていうのがすごい懐かしいなと思って、中国地方で官兵衛に会えるのはまさに中国大返しの面々だで、あそこに例えば清正だったりな、そういったものがおればもう本当に中国大返しするんではないかっていうぐらいの勢いがつくと思うので、でちょうど7周年祭で太鼓のおにぎりじゃなくて握り飯か。知っとる？あれ題目が太鼓のおにぎりじゃなくて握り飯なんで。いや分かった。どちらでも大層はないけど、まあ、そう太鼓の握り飯の方が締まりがいいです。締まりがいいね。太鼓の握り飯。あれをまあ勘弁も気に入ってくれとってな、ぜひ。まあこれはわしの口から言ったんじゃけど、これ勘弁も出ればいいではねやかって言ったいいんですかって言われて、そういうのもあると面白いな。突然刑事は変えられんで、例えば年入れのとこが勘弁が出てきたりそういった風にやっていくのも良いな。他の体とこう一緒の、そういったものはわしが この体になってよみがえる前はあったのか。そう他の際とこう何か演目を寸劇なるものをやるのはあったのか。記憶にないがゆえに今度いたすとすれば新しい試みと。ああなるほどな。なんかそういったものもできると良いな。ね、特に、西国は西国に行けば行くほどわしにゆかりのある武将がたくさんおるんで。確かに、で東国は家康殿だもんな、関ヶ原とか関東の方は家康殿だで、まあ、そういったところでわしでも関ヶ原は見てみたいの。
わしが死んだ後だってどういう雰囲気でどうなっとったのかあんまようわからんぞ。ああ、もう秀吉殿が生きておった頃とは随分違いますね。変わっておる時代が、うん、そう想像すると、例えば信長殿が存命でござった時の秀吉殿と、うん、それからその後の秀吉殿の違いぐらいあります。ああ、じゃあすごくこの力のあれが崩れ、均衡が崩れたわけだな。そうですな、互いの力関係が随分違い違うと。でもよう勝てたな、やはりすごいな。その関ヶ原の合戦でわしの勝利ということですか。あれは一日半日で終わったと思われがちであるが、この関ヶ原合戦という何ヶ月もわたるものの一部に過ぎんのですな。なのでそのいっぺんに全てがことが片付いたように思われがちでござるけども、まあ、そうではなく長期戦ということであれば、わしは負ける気はなかったですね。たとえその関ヶ原の大合戦が、その当時負けたとしても、それは全てではなかったと思います。また新たなる戦があり、あのように全て大負けするということは、わしの方はなかったです。裏切って大きく瓦解するということは、可能性としては低かったですね。西軍はその可能性はあった。あそこの関ヶ原の地では、まあ、本当に主力の武将がたくさんおって、そこを確かにこう南な有名どころだで見るが、まあ、関東の方北陸の方では上杉隊が、あのまた徳川家康のところの誰か忘れたが戦っておったと。そうですね。秀吉殿は亡くなった後だ。そう、自分が死んだ後、はい、全然興味ないの。で、興味がまた出始めるのが、あの1614年から15年ぐらいのところで、本読んで、わしの死んだ後のここ、冬の陣、夏の陣ってなんじゃって、豊臣家って書いてあるが、なるほどね。その、爽やかな笑顔で、その爽やかな笑顔でね、数々の戦を戦ではあまり負けたことがないですからな。わしは実はわしも負けたことないけど、勝率は高いですね。高いが秀吉殿の特筆すべきは、実際にぶつかって勝つのではないところがわしはすごいなと思います。そうなんじゃ。これはわしにはできんことであるがゆえ、他の武将は誰一人としてできなかった。そう考えると、竹中半兵衛殿と黒田官兵衛殿は素晴らしき御人たち、まあ秀吉殿の頭脳となって、確かにな、本当に。わしもこたび広島で黒田官兵衛殿に会うて、おうものすごく感激いたしました。以前黒田殿は大きな怪我をされ、この蘇った後も非常にこう足のこの痛みと戦いながら、出しとるあな様は、まあ、400年前も足を落ちと痛めた御人であるけど、確かにな。でも偉いな、現世では杖を掴んで。さよう。現世はそういったこう医療の発達が黒田殿の足を助けたのではないかなと。すごいな。いや本当に会うたびに泣きそうになります。ああそうか。こたびはまことそうじゃ。これで大手非常に嬉しいけども、うん、こう気持ちが先走りすぎて、うん、あまりこう話が進まんです。あったことでも全て心が片付いてしまうよ。それはわかるわ。あの昨日の勘弁もわしに会った時そうじゃった。あの清正と同じぐらい近い。近いと思う。すごい近いところで。もう至近距離すぎて何言っとるか逆にわからんのあの声量落とせとどうしたんじゃけど、まあ久しぶり、まあ久しぶりといっても日の国祭り以来かな。ただそんなに長くは喋られんかったで、確かに同じ戦場で あれほど長くあの共闘いたすのは初めてやもしれんな、官兵衛とは。うん、だまあ中国
地方で会えたというのはまた一つ懐かしき思い出で、そして三原城というのもな、わしと家康殿は400年前もあの地に赴いとるで、そういったところも、まあ、思い出話として持って帰ってきて、土産は何か調達できたか、好きなの土産はあまりか、何かいただいた品がござって、いや、土産はないです。ないのか。花ですね。ああ、元就殿から、元就殿からいただいた花、あれも感激いたしたら感激することが多いですな、年を取ると。涙腺が緩むというでな、本当に何じゃろうな、あれは嬉しかった、戦国武将から戦国武将へ花って何人確かになかなか、なかなかというかもうないでな、花といえば姫にあげるものじゃで、うん、な おじいちゃん同士おじいちゃん同士のな、花の新しい文化ですか、花を、確かにそう、我らにそうそう、で我らが生きた時代にはいなかったお二人だったで、まあそういう言い方はすると語弊があるが、かなり早めに死んでしまったお二人のこの花の像とだったで、なんかこう弔っとるみたいにそれもそれでちょっと感激いたしたというか、ただやはり毛利家に行くと緊張するな、イエスのはそうでもなかったか、あまり緊張いたさんさ、あ、確かにそういうのはあるの、わしでよしたのは確かに、そう、本当に元就殿が生きとるで、元就殿の、まあ、息子たち高本殿とか高影元春、うん、照本はちょっと違うんだけど、若干のこのな、秀吉が来たぞというちょっとしたこうピリッとした感じがやはり流れてしまうんだな、中国地方。その後は我が家臣となりみな、もちろん尽力いたしてくれたんじゃけど、豊臣政権を反映させるために、だけど今はやはり元就殿がおるということは、毛利家ドンって毛利家だで、羽柴秀吉がまた中国来たぞと、そういった感じのこの雰囲気が少し漂っとったんじゃけど、まあ帰り際にはもうだいぶな打ち解けて大丈夫だったんじゃけど、ね、感じたいや、その羽柴秀吉来たぞ感あー、しかし秀吉殿、わしが本人であったら感じるかなと思います。わしはどうしてもその別の関係が毛利家とはあるがゆえ、わしはわしでこう感じるものがあり、秀吉殿は秀吉殿であるかなと。あー、そう、敵対もいたしたし、これから共闘もいたしておるし、そうなんだ、これから家臣にもいたしておるし、だから向こうも向こうで複雑じゃろうな、ですな、どっちで接したらいいかわからんもんな、父上の手前なあ、あんまりわしよいしょしてもあかんじゃろうしなそう、元就殿もあのあとどうなったか知っとるじゃろうしな、あの本でえぇってなってわしと一緒なんじゃ1600年以降ね、あれ見るとお主もちょっと嫌じゃない敵が甘い、そう、赤備えを見ると前7周年祭になって小さな子が一番前で信繁の格好して家康殿の首を狙っとったで、それはそれで面白いな、切られ申した、切られたか、なるほどな、だって正直なこと言うとわし影武者です誠に多少静かだと思いませんか、もう今日のな、まあ、確かに話し方もちょっといつもと違うな、ゾロが出るといけないので静かになるべく、似とるな、でも主でも影武者影武者って言ったらもうおしまいじゃぞ主よいしょよいしょ、じゃあこれからは頑張っていこうのということはもう昨日ももちろん影武者、7周年以降は全部影武者お主がやったの、さてそこは全てはいけんですよ、ああそうかそうか、なるほど、じゃあ今日は影武者なんだな、そんなに聞きたいです気になるじゃん、気になるじゃろ、だってどっちや、皆の前で言うことがかなわんがゆえに、もうこれ退陣いたした後におく、ああ分かった気になるなさあではありがとうさんじゃあ
あ、今言った通り、まあ、昨日はない、中国資本のな、あの広島の方に赴いて、とても良き時間を過ごしたということで、まあ、その良き時間ももちろんこの名古屋城でも皆々に味わってほしいということで、兄ちゃん演舞楽しんでいく前、それではまた、さらばじゃ。ちょっと決め方がおかしい。